はようございます、宮田です。今日は伊勢湾岸自動車道のね、上りを走っています。でね、もうね、かれこれもう3時間以上走ってるんでね、そろそろね、4時間に30分休憩するというね、430というね、休憩今から取っていきたいと思います。で、ちょうどね、もう少ししたらですね、刈谷のパーキングエリア、でかいとこですね、到着するんで、そこでね、まあ、トイレもちょうど行きたかったんで、トイレ休憩など、まあ、お腹もちょっと減ったしね、食材を調達したりとかですね、して30分の休憩をね、取りたいと思います。よくしょー、あー、お腹減った、めっちゃええ天気やな。いや、今日はええ感じや、天気もええしね、道も空いてるし、いい感じよね。よいしょ、久しぶりのあれやな、走行動画や、ほんまにマジで1週間皆さんありがとうございました。なんていうんですか、その GoPro のね、充電器を2つとも忘れたっていうね、バッテリーカートリッジ忘れてたんでね、ご迷惑をおかけいたしました。やっと走行動画も撮れるし、なんかパーキングとかね、歩きながら動画も撮りやすくなりました。もう絶対忘れたらあかんもんね、うん、はい、それでは、刈谷のパーキングエリア、今日は止めれるでしょうか、トレーラー枠空いてるでしょうか、それでは行ってみましょう。トレーラー枠ね、一個だけ空いてましたね。めっちゃいい感じですね。いやー、今日はね、祝日っていうのもあって、乗用車がめちゃめちゃ多いんですよね。乗用車がね。うん。とりあえず、休憩ボタンを押しましょう。休憩に入ります。オッケー。刈谷のね、パーキングね、今トレーラーク止めました。ほんまたまたまね、1個空いてたから良かったなって思います。やっぱり最近あれよね、1週間ちょっとスマホで撮ってたから、真横にしてたから、すんごいね、この GoPro で撮ってんのがね、あ、鳥飛んでるわ、すごい楽ですね。じゃあこれ伸ばしたらもうちょっとこのぐらいまでいけるわ。これをめっちゃ楽やわ、こんだけ距離あってもうな、いけるから、もう GoPro のステイの大切さがめっちゃわかるって感じですね。で、今日はね、あれなんですよ、みやたん、いつもと違う1808の自分の箱じゃなくて、久々にちょっと懐かしい箱を引っ張ってるんで、ちょっとね、見ていこうかなと思います。はい、懐かしい箱ですね、これ。
これトレーラージャパンって書いてないパターンのやつで、一応三軸なんやけど、三軸は三軸なんやけどね、ごっついタイヤやでこれほんまに。タイヤの隙間こんだけ開いてんの、エアサスめっちゃでかいね、これ結構でかい、エアサスこんだけ、タイヤの感覚で結構このぐらい開いてるよね。あ、なんでかな、これ80やからな、これ275のこれ80やねん、ちょっと分厚いタイプやねんな。俺いつも引っ張ってんのここ70やから、ちょっと扁平配慮がこのぐらい、タイヤちっちゃい、これタイヤでかい、でかい方のタイヤ。懐かしい、これトレーラージャパン懐かしい箱やで。だから後ろめっちゃ汚れてるやん、めっちゃ汚れてるな、これ洗わなあかんやつやな、パターンやな、あ、これあれやな、仙台ナンバーないな、これ仙台なの268、これはちょっと洗わない、26トン700やから俺引っ張ってんの26トン300やから、やっぱタイヤでかい分ちょっと多いですね、700、僕ここ300なんですね。あ、すごい、こっちめっちゃ汚れてんのね、洗わなかった、仙台ナンバーか、こんな感じですね、あ、これここなんかトレーラー専用でこうやってこういうのあるんですね、これ手で動くやつなんやな、これね。後ろどないなってんの、あ、後ろこんなんなってんやね、へえ。すごいな、この木がめっちゃ生えてるな、これね、ジャングルやね、ジャングル、よし、じゃあね、僕はね、ちょっとね、今からね、トイレ行きます。こっから歩いてったら、なんかメインの方まで行かんでも、なんかトラックとかトレーラーとか行けるようなちょっとこじんまりしたねトイレがあるんで、そこをちょっと行きたいと思います。どこやったかな、多分この辺りやったんで、この間ぐらい、こっちから行こうか、ここちょうどねトラックの幅通れるようになってるんで、これこの幅ね、あー、こんな感じなんやね、こう見たらやっぱちょっと長いね、こう見たら、いやほんま今日は車がめっちゃ多い、やっぱ日曜日やからバスとかなんかいろいろですね。じゃあここなんよ、ここが知る人ぞと知る、今めっちゃ噛んだな、知る人ぞと知る、トイレです。多分ね乗用車の方はねあんまりここ使えへんと思うね、そう、ちょっと足元気付けちょっと危ないな、いやこれ身長高い人やったらこれ頭当たるんじゃう、これ、ね、あ、ここちょっとベンチ座るとこあるね、こうちょっとな、でここがカリアの知る人ぞと知るちょっとちっちゃいトイレですね、これ何なんですかね、これ、あ、これ手洗うとこなんかな、これ水出るんかな、わ、あ、水出るやん、遊んでここでこう手洗えるようになってるんや、すごいな、ね、トイレね、2つぐらい、はい、よいしょ、430の休憩30分ね終わりました。さあブラックコーヒー飲んでいきましょう。ちょ、お腹減ったけど次泊まるところでご飯食べたいんで、どっちみちレイジアウトあるから、だから早いってもね、そうなんです、早すぎたらダメなんです、だから次行ったところでちょっとご飯食べて、ちょっと時間調整で軽く泊まって、まあ、今日はね祝日なんでパーキングもね普段よりは止めれるからトレーラーでも大丈夫かなと思います。まあ、でもね極力早く行きましょう。はい、それでは出発いたします。よっこいしょ、よしね、よいしょ、前も映したいけどね、たまにはこうやって僕のこうね、こう運転してる姿もいいんじゃないでしょうか。それでは行きます。歯止め取りましたんで、はい、出発です。よいしょ、電気ちょっと消して、さあもうそろそろ微灯つけとこうかな、夕方やしな、左刺激出して出ましょう、本線というかパーキングに、左よし、左後方よし、よいしょ、出発、よいしょ、よい、よっしゃ、行くでー、行くぞ行くで、あ、ちゅうかトレーラークここも開いてたね、ここもトレーラーク1個開いてたね、これね初めて来た時開いてなかったんやけどね、
ね、左車来るからね、ちょっとさっき聞かせましょうか。よいしょ、左よし、駐車よし、よいしょ、よいしょ、うわ重たいからなかなか登れへんな。よいしょ、頑張れ頑張れ、ビアタンゴー、行け行け、ゴーゴー、関東に向けてゴーゴー。はい。いやもう夜になったらね、もうあれなんですよ、こっちのインカメっていうかさ、僕の顔が映れへんようになるっていうかね、電気つけながら走られへんから。そうなんよ、この時間帯だとまだ明るいからね、僕をいっぱい見れるかなと思ってね。はい、ミヤタンファンにとっては良いんじゃないでしょうか。さあのんびり行きましょう。今日はですね、まあ、新東名高速と、まあ、東名高速であるんですけども、まあ一般貨物で、まあね、重たい重量積んでるんでね、のんびり走りたいっていうこともあって、あと休息するパーキングがね、僕の中では牧之原大好きなんですけど、一個前の動画もね、瀬野社長と動画ね上げたところも牧之原、あれは下りやったんですけど、今日は東京方面、牧之原のまた、上りに泊まりたいと思います。まあそこやったらね、もうほんまにお風呂もあるし、ご飯もあるし、でコンビニもあるし、ガソリンスタンドもあるし、もう何もかもが揃ってるんですよ。でパーキングエリアも広いから、そう、あ、サービスエリアか、牧之原、ね、大人気商品なんですよね。よいしょ、いやー、やっと散髪行けましたね。そうなんですよ、いや、あの休みはあったんですけど、まあ、予約の加減ですね、美容師さんの、あの埋まってるっていうかね、そのなんていうんですかね、土日って結構ね、あの美容師さんを結構前から予約しとかんと、人気のところはねなかなか空いてなくてね。そうなんですよ、やっとさ髪の毛切れてね、よかったなって思ってます。はい、今日も動画ご視聴本当にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。みやたんでした。